第3輸送航空隊第403飛行隊の概要について簡単にご説明いたします。第403飛行隊はここ三保基地を拠点として車両輸送や物資など航空輸送する任務を実施しています。また災害派遣任務として沖ノ島からの三着輸入なども行っています。 C1 は輸送機でありながら高い機能性を持っています。これから皆さんに C1 の軽快な動きをご覧いただきます。会場正面をご覧ください。先ほど機体から分かれた6番機が進入してきました。6番機はこれから滑走路上空で横水平方向に8の字を描くように急旋回を行います。パイロットは高度と傾きを一定に保ち地上の2倍の勢力に耐えながら操縦を行っています。 C1 は全長横幅ともに約30メートル、高さ約10メートル、最大離陸重量は45トンです。2機のターボファンエンジンを搭載し最大速度800km、最大高度1万1600m、航続距離2185km です。50メートル、時速は370キロメートル。
大きな上昇旋回によって減速し、拡大体制に移行します。